エマニュエル・トッドは、フランスの人工統計学者、歴史学者、人類学者。学位は PhD。研究分野は、歴史人工学、家族人類学。人工統計を用いる、定量的研究及び家族類型に基づく斬新な、分析によって、広く知られている。フランスの国立人工学研究所に所属していたが、2017年に、定年退職した。 2002年の帝国以後は世界的なベストセラーとなった。経済現象ではなく人口動態を軸として人類史を捉え、ソ連の崩壊、英国の EU 離脱や米国におけるトランプ政権の誕生などを予言した。エマニュエル・トッドはフランス人作家のポール・ニザンの娘アンヌ・マリーとジャーナリストのオリビレ・トッドの息子として1951年に サンジェルマンアンレイで生まれた。父方の祖父は、オーストリアとハンガリーにルーツを持つ、ユダヤ人の建築家であったが、彼はオリビエが生まれる前に妻子を捨てたことや、両親が第二次世界大戦中にカトリックに改修したことから、ユダヤ人としての教育は受けていない。1967年から1969年まで、フランス共産党員だった。 パンテオン・ソルボンヌ大学の学部生の頃、単位を取る必要から、歴史人工学を履修し、ジャック・デュパキエの授業を受けた。パリ政治学院を卒業後、父の友人である、エマニュエル・ロワ・ラデュリの勧めで、ケンブリッジ大学に入学した。1971年から1975年まで、家族制度研究の第一人者である、ピーター・ラスレットの指導を受け、 1976年に同大学より PhD の学位を取得。学位論文は工業化以前の欧州における7つの農民共同体。フランス、イタリア及びスウェーデンの地方小教区の比較研究である。当時ラスレットはアングロサクソンが工業化以前から核家族であったことを発見しており、核家族が 世界に普遍的な家族構造であることを示そうとしていたが、博士論文において家族構造の多様性を見出していたトッドはそれに反対しラスレットの下を去った。同じ1976年最初の著作である最後の天落において10年から30年以内のソビエト連邦崩壊を人工統計学的な手法で予想し注目された。 この本は7カ国語に訳され、25歳にして、国際的に知られるようになった。前年に、ベトナム戦争が、北ベトナムの勝利で終結し、ソビエトの威信が高まる中、フランスでは、ソビエトでは、全体主義に順応した、新しいソビエト的人間が生まれ育っているので、体制崩壊はない、という主張があった。これに対しトッドは、ロシア人女性が、 識字率上昇の後に出産率が下がるという人類の普遍的傾向に従って近代化していることを示しソビエト的人間説を否定した。また通常は下がり続ける乳児死亡率がソビエトでは1970年から上がり始めたことを指摘し体制が最も弱い部分から崩れ始めたと主張した。ソビエト連邦は 実際に1991年に崩壊し、トッドは予言者とみなされることとなった。トッドは、その後、1983年に、第三惑星、1984年に、世界の幼少期を表した。後に、この2作は、世界の多様性として一冊にまとめられた。トッドはこの中で世界の家族制度を分類し、 大胆にかつての家族型と社会の関係を示した。ピエールショーニュ、エマニュエル・ルロアラ・デュリ、アンリ・マンドラーズ、ジャン・フランソワルベル・ラ・フランスの歴史学者、社会学者に支持され、非常に活発な議論を引き起こした。トッドが示した家族型は、以下の通りである。絶対核家族、平等主義核家族、直系家族、外婚性共同体家族、内婚性共同体家族、 ラファミリュコンに至る。エンドガメ非対称共同体家族アノミー的家族。アフリカシステムトッドはこれら家族制度こそが、社会の価値観を生み出すのだと主張した。これを先見的と表現する。すなわちこれらの価値観は、特定の家族制度のもとに生まれることで、自動的に身につけるからである。例えば、他民族からなる帝国を築くには、 平等を基本的価値として持っていなければならないとする。ローマ帝国、イスラム帝国、東帝国は、それぞれ平等主義核家族、内婚性共同体家族、外婚性共同体家族の帝国であり、先見的な平等意識に支えられている。一方、直系家族である、ドイツ、日本、かつてのアテネは、どれも、自民族中心主義から脱することができず、 帝国を築くのに失敗している。イングランドは大帝国を築いたが、間接統治であり、他の民族を自国に統合するものではなかった。トッドの理論は、様々な疑問を説明する。例えば、なぜ共産主義体制はマルクスが予想したような、資本主義先進国ではなく、ロシアや中国で実現したのか、なぜ遠く離れたドイツと日本の社会制度が似ているのか。 なぜアメリカ人は自由と独立を重視するのか、などである。説明があまりに明快で決定的だったため、マルクス主義が失墜しつつある当時にあって、新たな決定論であるとして激しい攻撃を受けることとなった。トッドはこれを倫理的な判断によって、事実を否定するものであるとし、事実を事実として認めるものだけが事実を乗り越えられると述べている。 またマルクスに代表される、経済を株構造とするモデルは、説明能力がないとし、家族構造から、識字率と経済を説明するべきであるとした。これより、直系家族である日本がヨーロッパに追いつくが、追い越しはしないこと、東南アジア及び南インドが近いうちに、中南米を追い越すこと、女性の地位が低い西アジア、中央アジアと、北、 インドが世界で最も遅れた地域となり、いずれ、ギニュア湾岸諸国に抜かれること、などを予想した。共同体家族システムの起源トッドは、当初、家族型の分布は偶然であり、何ら環境的要因はないとしていた。すなわち、ドイツと日本が似ているのは、同じ直系家族だからだが、両民族が直系家族なのは偶然の一致だと見ていた。しかし後に、 言語学者のローラン・サガールの指摘により、家族型の分布が、中心から革新が伝播して周辺に固形が、残るという集権分布をなすことを示した。これは、言語地理学の重要な原則であり、日本では、柳田国尾の下流行でよく知られている。ユーラシア内陸に、外根性及び内根性の不景共同体家族があり、その外側のドイツや日本に、 直系家族があり、さらにその外側のイングランド、フランス、東南アジアに核家族が存在する。これは、不景共同体家族が最も新しく、次に直系家族が新しく、核家族が最も古い残存形態であることを表している。トッドとサガールによれば、ユーラシア中心部で生まれた。 不敬共同体家族は、兄弟の連帯に基づく巨大な集団を作る点で、軍事的に優位であり、征服を通して広まり、集団主義と女性の低い地位をもたらした。かつて、バッハ・オーフェンが主張した、母権制から父権制への移行は、歴史的事実ではないが、不景社会の方が新しいという直感は、正しかったのである。アングロサクソンの自由主義や、女性の高い地位が、 近代性ではなく辺境の古さに由来するという結論には驚くべきものがある。トッドラはいつ不景共同体家族に変わったかをいくつかの地域について示している。中国が共同体家族になったのは旗による中国統一からである。真の軍事的優位の一員として共同体家族性を挙げる。東方六国は儒教に明示される直系家族であった。 これに対し、共同体家族の価値観を反映するのは、放火思想である。破体校の儒教は、共同体家族の価値観によって変化し、兄弟の序列を重視しなくなった。エジプトでは、ローマ帝国時代においても、まだ不敬的でなく、イスラム帝国によるアラブ化により共同体家族となった。九百九十年、焦点を西ヨーロッパに絞り、家族型の他に、 識字率と宗教を主要な要素として織り込んだタイ部の著書、新ヨーロッパ大前を表した。西洋483の地域に分け、それぞれについて家族型を特定し得られた分布図をもとに、識字率、農業形態、自殺率、被着出率、キリスト教の形態、イデオロギーなどの分布を重ね合わせ、第三惑星よりもはるかに緻密な分析を提示した。 西洋の基本的な家族型は、絶対核家族、平等主義核家族、直系家族、外婚性共同体家族の4種であり、これを、トッドは、親子関係と、兄弟関係に従って、以下のように分類した。ここで非平等とは、平等への無関心と、積極的な不平等を含む用語である。ヨーロッパの宗教改革は、家族型、識字率。 およびローマからの距離に基づいて決定された。プロテスタントの教義は直系家族に最も強く訴えるものであった。予定説での権威的で不平等な人間の扱いは、権威的な親子関係と不平等な兄弟関係を持つ直系家族と一致するのである。このため宗教改革の中心はドイツ北部であった。バイエルン州やオーストリア、スイスは、 ローマに近いために、また、アイルランドやスペイン北部は、識字率が低いために、直系家族にもかかわらず、カトリックにとどまった。イングランドやオランダは、絶対各家族であり、親子関係は、権威的ではないが、平等への無関心、比較的高い識字率、ローマからの倒査により、プロテスタントに移行した。しかし、予定説は捨てられ、 自由意志を尊重するアルミニウス主義を取った。一方、自由で平等な平等主義核家族の地域では、キリスト教そのものに無関心になっていった。この脱宗教化は、フランス北部、スペイン中南部、ポルトガル南部、イタリア南部で1730年頃から始まっている。これはミサ出席率の低下として計測される。フランス北部を除き、 これらの地域の識字率は極めて低かった。したがって近代化とは無関係に脱宗教化が起きたのである。プロテスタント地域の脱宗教化はずっと遅れて1880年頃から始まっている。これは1859年に出版されたダーウィンの種の起源が聖書の創造論を否定したことによる。これらと出産率を組み合わせることでトッドは 近代が始まったのが実際に西洋であることを示した。近代とは色字化と脱宗教化であり、これが受体調整とイデオロギーの誕生を引き起こす。ヨーロッパにおいて常に色字率上昇の先頭にいたのはドイツとスウェーデンであるが、脱宗教化は遅れた。一方、脱宗教化の先頭にいたのは平等主義核家族の地域である。 両者が交差するのがフランス北部であり、世界に先駆けて女性の出産率低下が1770年頃から始まる。1789年に始まるフランス革命は世界最初のイデオロギー的爆発に他ならない。トッドはまた、イデオロギーも家族構造に影響されていることを示した。自由軍国主義とはボナパルティスムやブーランジェ運動を指す。 直系家族は縦型の組織を生み出す。スウェーデン社会民主労働党が典型である。社会民主主義は平等な労働者を作るのではなく、労働組合を頂点に持ってくるものである。自民族中心主義の典型はナチズムである。外交性共同体家族の民族主義は、競技のファシズムであり、イタリアのファシスト党を指す。 ナチズムと異なり、絶対的な序列を作り出さず、連帯を重視する。これは、共産主義と通定する考えである。労働党社会主義とは、イギリスの労働党が典型であり、社会の変革を望まず、階級としての労働者を維持するものである。自由孤立主義は、イギリスの栄光ある孤立やアメリカの文老主義を指す。1994年、トッドは、 移民の運命において、西洋の4大国であるアメリカ、イギリス、フランス、ドイツにおける移民の状況を調べ、家族型が移民問題に決定的な影響を与えていることを示した。この中でトッドが活用したのが外婚率である。すなわち移民が受け入れ民族と結婚する比率を用いることで移民の隔離状況を定量化した。特に 女性の外婚率が重要である。男性の外婚率は高いことがあるが、これは受け入れ民族の女性が移民社会に入るのも含まれ、必ずしも統合を意味していないからである。移民の受け入れに最も影響を与えるのは、社会の家族型が普遍主義か再主義かということである。平等主義核家族と外婚性及び内婚性の共同体家族は普遍主義であり、 移民を本質的に異なる人間とはみなさない。一方、絶対核家族、直系家族、非対称共同体家族は、最主義であり、移民を異なる民族とみなす。普遍主義が根欠を許容することは、アテネに対するローマ帝国、アングロアメリカに対するラテンアメリカ、香港に対するマカオで明瞭に見て取れる。アメリカ・アメリカは、絶対核家族であり、 最主義である。人間や民族はそれぞれ異なっているとみなす。ロイド・エトンプソンが示したように、ローマ帝国では黒人に接するにつれてきが、ヘリ根結が増えたのに対し、アメリカでは、そのようなことは起きていない。1992年の統計では、アメリカの黒人男性の外婚率、すなわち白人と結婚する率は4.6%。 黒人女性では2.3%に過ぎない。また1990年の乳児死亡率は、白人が8.1パーミル、黒人が16.5パーミルであり、黒人が劣悪な環境に隔離されていることがわかる。これに対し、フランス本国とマルティニークの乳児死亡率は、それぞれ7.5パーミルと9.0パーミルであり、本国から遠く離れたほぼ黒人だけの、 海外領土でも乳児死亡率はそれほど悪くない。アメリカ国人の高い乳児死亡率は放置されているのである。最主義のアメリカ人が民主主義を実現したのはまさに黒人を排除することで白人の平等を実現したからである。ピエール・ファンデンベルエはこれを領主民族の民主主義と名付けた。アメリカではユダヤ人を含む ヨーロッパ人は互いに自由に結婚する。アメリカ先住民及びアジア系アメリカ人は戦前は外婚率が低かったが、戦後は上がっており、白人に統合されたことがわかる。1990年のアメリカ先住民女性の外婚率は54%、1980年のカリフォルニア州の日系人女性は36%であり、 拡散段階に到達している。かつて、アメリカ国人は奴隷であり、識字率が低かったが、20世紀に入ってから50%を超え、同時代のイタリア人により高くなった。しかしイタリア移民が白人として受け入れられる一方で、国人が隔離され続けることで、隔離の理由が低教育ではなく肌の色であることが明らかになり、 絶望が黒人を家庭崩壊と自殺的行動に追いやった。アメリカでは受け入れ社会の万能とトッドが名付けた現象が明瞭に見える。ドイツ人、スウェーデン人、その後のユダヤ人、日本人などの直系家族民族はアングロサクソンの絶対核家族に対して教育上有利であり、急速に中上層に入り込むことになるが、 数世代が経つと絶対各家族に移行し、急上昇は止まる。いかなる移民も受け入れ社会の家族型に移行するのを阻止できない。イングランド・イングランドもアメリカと同じ絶対各家族である。主要な移民として、シーク教徒、パキスタン人、ジャマイカ人がいる。シーク教徒は直系家族であり、アメリカのユダヤ人や日本人と同じく、急速に中流に入り込んでいる。 イギリスの乳児死亡率が7.5%であるのに、対し、母親が、インド生まれの乳児死亡率は7.4%である。また、出産率は1990年に2.22まで落ち、西欧化を果たしている。インド系2世の男性の外婚率は16%であり、いずれ統合されると見て良い。一方、パキスタン人は、内婚性共同体家族であり、 イトココを優先するため、もともと隔離されやすい。1990年の在営パキスタン人の出産率は4.0であり、近代化が及んでいない。また乳児死亡率は14.2パーミルに達する。2世の男性の外婚率は19%であり、シーク教徒より高いが、高い出産率のため純粋なパキスタン人は増え続ける。 このような隔離がイスラム原理主義の温床となる。ジャマイカ人は母系よりの絶対各家族であり、キリスト教徒である。家族型と宗教から言えば、イングランド人に最も近い移民である。また1960年前後の識字率を比べると、イギリス白人99%、ジャマイカ人82%、インド人31%、 パキスタン人15%であり、移民の中では最も近代化されている。しかし受け入れ社会の再主義により、黒人に分類される。シーク教徒やパキスタン人は、差別されても自らの文化に守られるが、ジャマイカ人は、内面は、イギリス人と、ほとんど変わらないため、何にも守られず、アメリカ黒人と同様に、家庭崩壊が起きる。しかし、 アメリカのような完全な隔離には至らない。1987年1989年のジャマイカ人男性の外婚率は15%、女性は13%であり、アメリカと全く異なる。これはイギリスでは階級が強く白人の平等がないからである。仮想の白人はジャマイカ人と同様に中上層から阻害されているので、 両者間の結婚が起こる。ドイツドイツは直系家族であり、アングロサクソンの絶対核家族よりも粗暴な再主義である。直系家族は、兄弟の不平等を特徴とし、人間は互いに異なると認識するが、同時に、父親の権威は、中心的権力のもとにまとまることを求める。この緊張が、しばしば暴力的な反応を生む。直系家族社会は、 同じ文化の小集団を被差別民として指定することがある。日本におけるブラックミや南西フランスにおけるカゴがこれにあたる。カゴは村から離れて住み、墓地が別であり、非カゴとの婚姻が許されず、教会では特別の席が定められていた。職業は建具職人や大工であり、南西フランスの人口の1%から2%を占めていた。 18世紀前半には、平等主義核家族のパリの支配によりカゴは解放され、消滅した。これと似た立場にいたのが、ドイツのユダヤ人であるが、宗教が異なるため一層阻害されていた。19世紀に、ドイツの直系家族は、病的に硬直していく。プロイセンでは、 1816年から1820年期から1871年から1875年期までで、乳児死亡率が168パーミルから224パーミルに悪化する。同時期、同じ直径家族のスウェーデンでは176パーミルから134パーミルへと健全に低下する。ドイツの高い乳児死亡率は、社会の硬直性による。 死生児の増加と権威主義による母乳育児の否定によるものである。この病的な権威主義の結果がナチズムであり、ホロコーストである。戦後は、もはや病的な権威主義は見られないが、直系家族の価値観が消えてなくなったわけではない。ドイツ人にとって、重要な際は、外見ではなく、宗教である。アメリカが人種別統計を作成するのに対し、 ドイツの統計では人間をプロテスタント、カトリック、ユダヤ教徒、イスラム教徒に分けるのである。ドイツへの移民のうちトルコ人は肉体的にはイタリア人、ギリシア人とほとんど変わらないが外婚率が低いのはトルコ人だけであり新たな被差別民として指定されていることがわかる。1990年にはトルコ人を父とする子供のうち母が ドイツ人なのは4.4%、トルコ人を母とする子供のうち父がドイツ人なのはわずか1.2%である。トルコはイスラム世界の中ではむしろ世俗的であり近代化している。在独トルコ人の1984年の出産率は2.5に過ぎない。 ほぼ同時期、1985年の、在仏アルジェリア人が4.2、在仏モロッコ人が4.5、在仏チュニジア人が4.7、在英パキスタン人が5.3であるのと比べると、近代性は明らかである。しかしその後、1990年になると、在独トルコ人の出産率は3.4に、上昇している。これは、隔離に対する防衛反応である。 トルコ人に対する暴力も散発し、ネオナチによるトルコ人女性の放火殺人も起きている。ここでも、再主義が現れている。普遍主義の犯罪者は、スペインのコンキスタドールのように強姦するはずだからで、ある。しかし逆説的に、トルコ人の隔離が別の平等を実現している。アメリカと同様に、少数派の隔離が多数派の平等をもたらすのである。 ユーゴスラビア人は、家族構造も宗教もドイツ人と異なるが、統合が順調に進んでいる。また、1989年のベルリンの壁崩壊以降の東西ドイツ人の対立を緩和する、働きもしている。フランスフランスは平等主義核家族であり、普遍主義である。しかしこの家族型は、パリを中心とする北、フランスにあるに過ぎず、南フランスには、 直径家族があり、中央山海と地中海沿岸には外婚性共同体家族があり、ブルターニュには絶対核家族がある。ヨーロッパで見られる4種の家族構造をすべて持つのはフランスだけであり、この例外的な多様性がフランスを独特な存在にしている。1992年の調査では核移民に対してフランス人の何パーセントが敵意を持つかを調べている。 これによると、最も敵意を持たれているのは、マグリブ人、すなわち、アルジェリア人、チュニジア人、モロッコ人である。しかしながら、マグリブ人女性の15.8%は、フランス人と結婚する。つまり、民族としては敵意を持つ人が少なくないが、隔離は全く起きておらず、個人として、フランス人と結婚するのは、問題がないのである。 アフリカ国人移民は多様であり、黒人という分類の無意味さが明らかになる。例えば、不景家族のソニン家人を主体とするマリ移民は、近代化が遅れている。財布マリ人の死生児の比率は2%、大学生の比率は2%、出産率は10.3に達する。一方、一子相続で、直系家族的なカメルーンのバミレケ人は、 詳細と勤勉で知られ、アフリカのユダヤ人とも呼ばれている。在屈カメルーン人の死生児の比率は43%、大学生の比率は26%、出産率は2.6である。この場合、死生児率の高さは女性の地位の高さを示すものである。低い出産率は近代化が完了していることを示す。フランスの統計では、 アフリカ国人をマリ人、セネガル人、その他に分けるので、バミレキャビトを直接計測することはできないが、マリ人を父とする子供のうち母が、フランス人なのは2.1%、セネガル人では6.2%、その他のアフリカ人では16.7%であり、明らかにマリ人の統合が遅れている。フランス人の混血への無頓着は、以前から知られている。 アドルフ・ヒトラーは、我が闘争の中で、フランス人とアフリカ人の根血に触れ、黒人によるフランスの侵略は誠に急速に、進展したので、今やヨーロッパの地に、アフリカ国家が誕生したと、紛れもなく語ることができると述べている。この、フランスの同化作用は個人に働くものであるため、移民社会は容赦なく破壊される。マグリブ人は、 不敬内婚性共同体家族で普遍主義であるが、北フランスの総敬外婚性の平等主義核家族とは正反対であり、普遍主義同士で衝突することになる。平等主義核家族の自由で平等な価値観は移民にも与えられるため、少数派が弱者として暴力を受けるのに甘んじることはなく、移民も反撃する。この点で多数派から少数派へ、 一方的に暴力が加えられる、最主義のアメリカ、イギリス、ドイツとは異なる。多文化主義と同化主義トッドは、以上の観察から、絶対各家族のアメリカやイギリスで盛んな多文化主義を移民隔離だとして批判し、フランスの積極的な移民同化を移民問題の唯一の解決策として提示した。また、イギリス、フランス、ドイツの移民に対する態度が、 全く異なることから、神聖としての欧州統合は失敗すると予測した。トッドは、家族構造と人口統計に基づいて、世界を認識している。このため、サミュエル・ P ・ハンティントンの、文明の衝突を、全くの妄想とみなしている。ハンティントンは、同所で世界を八文明に分け、カトリック及びプロテスタントからなる、西欧文明が、イスラム文明を呼び、 中華文明と対峙しているとした。これに対しトッドは、イスラム圏で着実に、識字率が上がり、出産率が下がっていることを示し、イスラム圏はむしろ西洋に近づきつつあることを指摘した。この近代化の過程では必ず伝統の崩壊による混乱が生じるのであって、イスラム圏は現在この移行危機を経験しているに、過ぎず、他の地域と、 本質的な違いはないと述べた。また、世界の歴史は主に先進国で形作られるのであって、イスラム圏はそもそも最重要の地域ではないとした。また、ハンティントンは日本は単独で日本文明を構成し、現在は西欧文明に従っているが、いずれ中華文明に従うだろうと予想した。このような日本特殊論は、 以前から一般的であり、日本人を本質的に異質な民族とみなす主張は多い。しかしトッドは家族構造の研究を通じて日本が非常にヨーロッパ的であり、特にドイツやスウェーデンに近いことを見出し、日本特殊論を否定した。トッドはこの発見は生涯最大の衝撃の一つであったと述べている。トッドは頻繁に 日本に言及するが、それは日本がヨーロッパと同類であるという確信に基づいている。日米欧は世界経済の三極であるが、ヨーロッパ経済の中心はドイツであり、社会的、長期的、工業的である点で日本経済とよく似ている。これに対しアメリカ経済は個人主義的、短期的、脱工業的であり、資本主義の形態が異なる。 また日曜は長い農業の歴史を持ち資源の希少性を十分に認識しているがアメリカは技術を持った人々が未婚の土地に作った社会であり資源の希少性に一度も直面していないトッドはこれらから特殊なのはアメリカであって真の文明の衝突は旧世界と新世界の間で起きており現在の問題は日曜の連携の弱さにあるとした この点で、欧米を一つの文明にまとめたハンティントンを根本的に否定した。1991年のソビエト連邦の崩壊以降、アメリカが唯一の超大国になったという認識が一般的であった。その、アメリカの中枢で起きた911テロから1年後の2002年9月、トッドは帝国以降だし、アメリカも同じ崩壊の道を歩んでおり、 衰退しているからこそ世界にとって危険だと述べ、衝撃を与えた。同書は28カ国語に訳され、フランスで12万部、ドイツで20万部を売る、世界的なベストセラーとなった。またその後のフランス、ドイツの外交の理論的な支えとなった。イスラム圏を専門とする人工学者のユセフ・クルバージュとの教著である、文明の接近において、トッドは、 帝国以後で示したイスラム圏分析を進化させた。この中で、イスラム圏は、着実に近代化し、識字率が上がり、出産率が下がり、欧米に近づいていること、現在のイスラム圏の暴力は、移行危機に過ぎず、いずれ沈静化すること、そしてこの近代化の先頭にいるのはトルコではなく、イランであることを示し、イスラム教理論を否定し、イランを正しく見るべきだと主張した。 また、キリスト教が、欧米の近代化を妨げなかったように、イスラム教にも近代化を妨げる力はないとした。2000年、藤原書店の招きで来日し、討論会を行った。この席で、社会に完性がある以上、日本が数十年の間に、アングロサクソン的なウルトラリベラルな社会に、変容するとは考えられないと述べ、それへの反応について警告している。 2009年10月15日に国際シンポジウム帝国囲碁の世界世界経済危機とデモクラシー囲碁が青山学院大学総合研究所ビルで開かれそこで講演を行った世界経済危機の根源や民主主義の衰退の懸念などについて討論が行われた2011年9月上旬に来日し東京と京都でシンポジウム及び講演を行った 2013年12月に来日し、国際シンポジウム、グローバル資本主義を超えてで講演した。2016年1月に来日し、慶應義塾大学で講演した。2006年、朝日新聞のインタビューにおいて、核兵器は偏在こそが怖い。広島、長崎の悲劇は米国だけが核を持っていたからで、米ソ冷戦期には使われなかった。インドとパキスタンは、 双方が核を持った時に和平のテーブルについた。中東が不安定なのはイスラエルだけに核があるからで、東アジアも中国だけでは安定しない。日本も持てばいい。と述べ、日本の核武装を提言した。さらにトッドは、ドゴール主義的な考えだとして、核を持てば軍事同盟から解放され、戦争に巻き込まれる恐れはなくなると指摘する。他、 被爆国である日本が持つ核への国民感情については国民感情はわかるが世界の現実も直視すべきとした。フランスの核武装については何度も侵略されてきたことが最大の理由とし地政学的に危うい立場を一気に解決するのが核だったと指摘した。日本が 核兵器を持った場合に派生する中国とアメリカと日本との三者関係については日本が紛争に巻き込まれないためまた米国の攻撃性から逃れるために核を持つのなら中国の対応はいささか異なってくるとの見通しを出した上で核攻撃を受けた国が核を保有すれば核についての本格論議が始まり大きな転機となると指摘した2010年 日本経済新聞のインタビューでは日本と中国との不均衡な関係に対してロシアとの関係強化を提言した。日本と周辺国における歴史認識問題については欧州でもユダヤ人虐殺の食材意識が大きすぎるためパレスチナ民族の窮状を放置しがちとしてヨーロッパの状況を踏まえた上で日本は戦争への食材意識が強く技術、 経済的にもリーダー国なのに世界に責任を果たせないでいる。過去を引き合いに出しての道徳的立場は真に道徳的とは言い難い。として日本の態度を批判した。がついたものはインタビュー、講演、対談、TV 番組等で語った内容を本にしたものである。ありがとうございます。